Meow. この剣、よっ、当てる、ほっくん、へい、いくよ、ほっ、よ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 っ、はっ、あー、うわー、可能性の枝はまだ折れていない。足場がないんだけど。と、よいしょ。いくよ。よっ。お、よいしょ。いくよ。いくよ。と、と、そこだ。よっ。お、ほい。と、いくよ。いくよ。よいしょ。また電離パネルっぽいのがあるね。ドン。お、じゃあ、お、ピッと。下を入力した状態でジャンプを入力すると、厚みのない床を降りることができる。チェックだ。上を入力しながら攻撃入力で上攻撃ができる。頭上の敵やオブジェクトを破壊する際の使用も推奨される。進捗保存完了。電流やレーザーは弾くことはできない。回避が推奨される。剣越しに感電なんかし、うわ、問題ない。なんかどんどんボロボロになってきたね。初期化処理が可視化されているだけである。初期化？しばし戻そう。
崩壊に注意されたし、オーバーロードにより漏電の発生も確認されている。オーバーロード、わかりやすい言葉使ってよ。その場で動かずにいるとゲージの回復が早くなる。ちょっと、何か。何かじゃないよ。これ、どう…どうとは。街だよ。高原シティが…ボロボロという表現は正しくない。現在の状態は初期化の過程の一部である。だから初期化って何よ。琥珀の肉親を含む交友関係者各位は全て無事である。そうなの？ちゃんと避難誘導されたってこと？正常に移動され、バイタルも安定している。現在生命の危機に陥っている者は全住民中0人である。そう、相違なし。信じるからね、BB。琥珀を騙すことで発生するリスクは、騙さないことで発生するリスクを大きく上回る。ねえ、その喋り方どうにかならないの？どうとは。さっきからすっごい回りくどい言い方じゃん。会話プロトコルは最低限の実装である。必要であれば別のスタイルをダウンロードすることも可能である。例えば？ちっせー、コハッピーってばマージ注文多いよね。でもまあうちらの関係マブマシでやるって決めてるしさ。ごめんなさい、戻してください。お願いします。了解した。これは？ターミナルログである。端末の前でこれを入力すれば、さまざまなログの参照が可能である。プライオリティは低い。必要な場合のみ閲覧することを推奨する。チェックポイントに到達。さっきのふざけた話し方、何なの？西暦2001年の日本国で流行っていた若者言葉とある。聞いたことないんですけど。現在、大鳥琥珀が存在している時代は2001年よりおよそ113年後である。私の時代の若者言葉とかないの？いや別に若者じゃなくてもいいんだけど。会話スタイルは人類のアーカイブの解析により発行。新スタイルの作成は
膨大な時間を要するため非。もうさっきのよりは全然いいけどさ。扉の向こうに高エネルギー反応を確認した。注意されたし。なんかヤバいのがいるってこと？大型セキュリティガードと推測される。大丈夫なの？仮に戦闘になった場合でも琥珀ならば問題ない。信用されてるってこと？オッケー。情報警戒。あの子誰？琥珀。私のこと知ってるの？知っている。でも順序がおかしい。順序って？正面警戒。セキュリティガードが暴走している。破壊を推奨する。そりゃそうだろうけど、暴走はちょっとシャレにならないんじゃないの？これはちょうどいい展開。アーカー社は初期化中にアノマリーを発見した。セキュリティあれって、私なんか押し付けられてない？結果に大した差は発生しない。私による対象の破壊は容易である。ちょっと乱暴に振っちゃうけど我慢してよ。突進します。可能性の枝はまだ折れていない。落下物に保存。爆弾用意。可能性の枝はまだ折れてる。対象を処理します。突撃停滞。爆弾用意。しばし戻そう。やむを得ん。
リミット解除します。動きます。やむを得ん。問題ない。ウロボロスシステム起動。残骸にします。やむを得ん。爆弾用意。多大なエラー発生中。偶然な結果である。イビー平気？箱ぼれとかしてない？私は箱ぼれなどしない。へえ、頼りになるじゃん。琥珀を阻む障害の排除も私の存在意義の一つである。はいはい、調子も出てきたし次行きますか。さっきのやつ、なんとか倒せはしたけどさ、あれ今後も出てくるのかな？出てくるものと推測される。しかし警備ながら不明瞭な要素も確認できる。ねえ、やっぱその喋り方どうにかならない？前回みたいに極端なのじゃなくて、もっと普通とは。じゃあパパみたいな感じ。大鳥裕二の会話パターンをロードできた？ああ、一応できたはずだ。本当？それじゃあ続きね。警備ながら不明瞭な要素って何？セキュリティガードがアーカー社の指示で動いていたように見えたことだ。アーカー社っていうの？浮いてた子だよね。そうだ。彼女は原則として記録係でしかない。彼女にセキュリティを動かす権限はないはずなんだが。確保しろってって言ってたね。殺せじゃないだけありがたいけど。どうやら琥珀に動いていて欲しくない存在がいるようだ。まさかパパじゃないよね。現時点では何とも言えん。なあ、そうだった琥珀、我々の目的について軽く話しておこう。ああ、それすっごい助かる。我々の目的はこの施設の最深部にある装置の破壊だ。
この施設ってつまりパパの会社のってことだよね。そうだ。この施設では現在非常に高度なシミュレーションが行われている。ふむふむ。このシミュレーションは非常に長い間実行されていたが、当然のことだが。